どうも、フジピコです。オツピコ。ということで今日もね、また謎の空間からね、お届けしてるんですけど、この後ろにね、いる、はい、こちら何が入ってるかというと、がね、はい、星波砂浜の鶴瓶師匠ね、はい、ちょっと久しぶり見たらね、また大きなってたんで、餌のサイズをアップしましてん。はい、ということでね、餌やりの様子見ていただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、どこにいるかというと、あ、もう降ってもたか。ああ、さっきまでちょっと顔出してたんですけど、はい、ちょっと潜ってるのめちゃくちゃこれ、はい、上を這いずり回った跡がね、ありますね。うん。ということで、まあ、早速ね、ちょっと取り出して餌与えてみましょうかね。どの辺にいんのか。ざっと見るかな。まあ、基本的にはやっぱ砂の中に潜ってるやつなんで。ん？あ、おった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 。あ、ちょっと待って。あ、もう、あ、絡まっとるやないか。あ、おったおったおった。はい。はい、こちらがね、ああ、潜っちゃうのね。待ってくれ。もう取り出すか。ごめんよ。はい。もう出てきてもらおう。てか、でかなったな。ちょっとじゃあ別のエリアに移動してもらいましょう。はい、ということでね。なんかめちゃめちゃ巻きついてんねんけど。ちょっと師匠。ほら、何してまんねん、それ。うん。ちょっとわかりにくいな。めっちゃでかなって太なってるんですけど。この体勢やったら超わかりにくいねんけど。師匠。ただ可愛いけどな、めちゃめちゃ。はい。見てください、この、ひょうきんな顔。ああ。がっちり、ホールドされてるんですけど。はい。これは可愛いな、ちょっと。新しいメリケンサックとして、ちょっとこれは、ね、使わさせてもらおうかな。ほら。このおもろい顔よ。ねえ。この上向きのね。はい。じゃあね、ちょっと今回与える餌ね。まあ実はね、もうすでにね、一回餌のサイズね、アップして食べさせてるんですけど、やっぱ大きい餌与えたらね、その分デカなってる気がする。はい。ということで今回与えるね、餌のサイズ。こちらですね。前までね、ピンクマウス使ってたんですけど、もうファジー。これね、毛が生えたサイズですね。これ冷凍の、はい、マウスなんですけど、これも温めてる状態なんで、早速ね、こちら揚げていきたいと思います。師匠。ちょっと離れてくれんか。一旦ちょっとテーブルの上に置かしてくれ。はい。あ、まあこれで大体大きさ分かりやすいんじゃない？はい、まあこんな感じです。あ、尻尾ピロピロしてるな。これなんかちょっと怒ってる時にね、やるんすわ。うん。じゃあね、早速、危険を損ねないうちにね、あげましょう。これね、まあまあでかく見えるんですけど、ちょっと見ててください。ほら、このサイズなんですけど、バック食べるんでね。師匠。ほら、早っ！ごめんよ。なんだ。あ、ちょっと、威嚇が見してるな。おい、師匠。ほら、ちょっとイラついてるか。一回置いとくか。お、お、お。そう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 、そこそこそこ。そのままね、パクッと。そこよ。ちょっとなんか落ち着いてしまいましたね。まあ一応頭探してくれてはいるけど、はい、師匠、そこそこ。ちょっと今目の、あ、こっち見てどうすんねん。いや、じゃあそっちちゃう、そっちちゃう。はい、もう一回ちょっと動かしてみるか。はい、ここやで。うん、食べてくれるか。ああ、でも食べた。あ、噛んだかな。お、ナイス。これ鼻ちょうどね、はい、キャッチしてるんで、はい、こっからだとね、もうすぐ、はい、ガンガン飲み込んでくれると。ああ、どこ行くんですか。あーでもこんな重たいネズミでもしっかり口でキャッチしてますね。あ、ほら、飲み込み始めましたね。これがね、結構口広がるんですよ。じゃ、ちょっとね、飲み込むまで早送りでご覧ください。あー、ちょっとね、いろんな風に体勢を変えつつね、飲みやすい形を探してますわ。お、巻きついてね。はい、これで一応ね、体をうまいこと使ってね、安定させながら飲むわけですわ。あー、上手に飲み込んでってますね。ほら見てください、これね、口の横、あ、もう切れてまうでいうぐらいね、結構広がるんですよね。お、もうちょっとで頭、はい、飲み込め終わるかな。お、はい、こんな感じでぐんぐんね、はい、吸い込んでってくれてます。あ、もうお腹のあたりまで来ましたね。あとは師匠、ボディの色がね、優しいベージュでクリームカラーでね、綺麗ですね。いやー、師匠、それでね、うちに来てなんだかんだ1年が経過してるんですけど、
今までね本当に拒食知らずで餌食べなかったこと一回もないっすねって言ってたら、はい、こんな感じでねお腹のところまで来て、ちゃんとあのサイズのネズミでもねこんな感じで丸飲みできるんですね。はい、あともはい後ろ足のところと尻尾だけ頑張れなんか靴下みたいになって思ってるけど、いや不思議な生き物ですね。見てくださいこの口、こんな大きく広がるんですよ。あ、もう足もね、あともうちょっとほらすごい般若みたいな顔してるけど、ほら顔怖すぎ、鬼瓦なっとるかな。さあ、あともうちょっとやからな。あ、しかし口の中はピンクですごい綺麗。お、足飲み込みましたね。あとは尻尾をチュルリンとね、はい、飲み込んでくれれば、はい、あともうちょっとですね。さあさあさあ頑張ってくれ。はい、ほら、お、ちゃんと飲み終わりましたかね。はい、食べたやつは今ね、ほら、ここのお腹のね、ところに膨らんでるでしょう。はい、これで胃に送り込んでるわけですな。はい、お疲れ様でございました、師匠。うん、今こうやってね、送ってる無の表情ですね。あ、でも舌チロチロやり始めたんで、もう、はい、ごちそうさまの合図かな。はい、師匠、お疲れ。もうお腹いっぱいになりましたか、まあ、あんな大きい食べたらもう十分やわな。はい、じゃあちょっと動き始めたんで、ケージに戻しましょうかね。はい、じゃあね、もう食べ終わったんでね、もうお腹もパンパンなんで、戻ってもらいましょう。師匠ありがとう、お疲れ。ポトリ、はい、はい、早々と戻っていきましたね。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。